楽しさが待ってる。クラスの分け方が独創的と噂の神奈川県精英女学院を紹介します。全国高校紹介ツアー神奈川編。あ、もう分かったよ。普通にやればいいんでしょ。普通に一つ目にクラスの分け方が特徴的。この高校、クラスが一組、二組とかで分かれてるんじゃなくて、バラ、ユリとかで分かれてるよね。だから、おっしゃ、一組遊びに行こうぜ。じゃなくて、さて、何組にお邪魔しましょうか。っていう感じだから、とにかく何でもお上品。最近は定員割れで隅で組がなくなっちゃったから復活させたい。二つ目に魅力的な国際教育。声援では、国際教育を通じ、グローバルな視野で物事を考え、将来、国際人として社会に貢献できる人材の育成を目標としています。ドヒャー！取り組みの一つが留学できる。高1の夏休みにカナダ、中3の1月から3月にニュージーランドに行けるのね。留学以外なら昼休みとか本格にネイティブ教員と歌やゲーム、トークで楽しめる部屋が設置されてる。かっこよく言うならミソノエンライシアカデミー。3つ目に週に1回の宗教授業。この高校は週に1回1時間宗教の授業がある他に、クリスマスとかの宗教行事も行われてて超楽しそう。今年は絶対定員割れなんかにさせません。他にも紹介してほしい学校があったらインスタの DM で詳しく教えてちょうだい。2時間制